はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルイージュです。今回はですね、信長の野望創造戦国立志伝の小早川秀秋でのプレイ、続きをやっていきたいと思います。で、まあ、小早川秀秋といえばですね、関ヶ原の戦いで、東軍を裏切った武将としても有名だと思うんですけど、ちょうどですね、今公開になっている映画の関ヶ原をですね、初日の夜ちょっと見てきまして、もう結論から言うとですね、本当にすごく良かったですね。もう見たよっていう方も、まだ見てないよっていう方もいらっしゃるかなと思うんですけど、まだ見てない方はですね、ぜひぜひ、映画関ヶ原の回し物ではないんですけど、ぜひ見ていただきたいなというふうに思いました。特にですね、これ映画を見てしまうと石田三成にね、どうしても肩入れしたくなっちゃいますね。ストーリー上、石田三成を中心に描かれているっていうところももちろんあるんですけど、石田三成の旗印第一、大満、大吉っていうね、旗印有名だと思うんですけど、これがどういう意味かっていうのを知らない方もね、もしかしたらいらっしゃるかもしれないんですけど、僕もちゃんと、ああそうなんだっていうのをね、改めて認識したのが今回関ヶ原の中で、映画関ヶ原の中でだったんですが、万民が一人のために、一人のためが万人のために、ちょっと順番逆になっちゃいましたね。一人が万人のために、万人が一人のために尽くせば、世の中から不満は消えてみんな幸せになれるよというのが、この第一、大満、大吉の旗印に込められた思いらしいんですよね。で、この旗印って結構武将の性格を表しているんじゃないかなと思っていて、例えば信長だったら天下布武とかね、そういうのを唱えていたかなと思うんですけど、これって、天下に武を敷くっていうね、そのまんまですけど、信長らしいなっていう気もするし、そう考えると三成の第一大満大吉っていうね、この旗印すごく応援したくなっちゃいますよね。というわけで、今回もね、小早川秀秋でプレーをしていくんですが、引き続き裏切りはしない、西軍に加担したまま、プレーをしていきたいと思っています。でですね、前回なんとか九州の、北部一円を、攻略していっていたわけなんですけども、この信長の野望創造戦国立志伝の使用上ですね、兵力の、兵站ですね、兵糧を回復するためには自軍の城にとどまる必要があるんですよね。ただ畿内方面に小早川領っていうのはないので、石田三成を支援するためには畿内に一つ最低でも城が欲しいと。そうすれば九州から兵を運んで畿内にある城で兵糧を回復して合戦に挑めるんですけど、現状その合戦ルートがないので、今回の目標はですね、少し飛び越えて四国に乗り込んで東道高虎の居城、黒瀬城を狙いたいというふうに思っています。なので九州はちょっと味方の西軍に任せてですね、一路こちらの黒瀬城を目指していきたいというふうに思います。では早速プレイの方を始めていきましょう。前回取ったところからですね、戦闘力の高い武将は残しておきたいんですが、そもそも戦闘力の高い武将っていうのがいないな、ある意味いないという状況なので、この3人を村中城に出して、残りの武将たちで、なんとか黒瀬城を落としたいなというところになりますね。そしたらどうしようかな、木下正直あたりを村中城の城主に任命しておきましょうか、一旦ね。でこれで全ての武家が今のところ揃った状態にはなっているはずなので、各々の城に今度は武将を与力として派遣していきましょう。まず木下のところですが、どうしようかな、鍋島がもともといたところなので鍋島を出しておきましょうか。で、ここには龍蔵寺を出しておきましょう。で、日の熊はもともと
3人、2人か、武将がいるので、どうしようかな。1人ぐらい増援しといた方がいいかな。今、橘山城は7人か、決して多い状況ではないので、ちょっとこのままにしておきましょうか。で、建設系も進めていきたいので、建設をしていきましょう。まず畑、いや、先に、どうだ？できるんだったら進出しといた方がいいかな。進出しちゃいましょう。ここに鉄があるので、鉄のところに秀明自らやっておきましょうね。であと、外交系もそろそろ今後に備えてやっておきたいというところで、周辺国とは同盟を結んでおきましょう。しかも、できれば、連合に入っている間にね、同盟を結んでおいた方がいいかなと思うので、サクサク、同盟を結んでおきましょう。そうか、小早川に関して、毛利に関してはどうだ？姫がいるんだったら姫をもらっておいて、完全に婚姻同盟を結んでおきますか。姫はもう一人しかいないんだよね。ちょっとあまりタイプじゃないんだけどな。まあ、贅沢は言っていられないので、これを秀金のところにもらいましょう。一門同士では婚姻できないか。そもそも一門になってんだな。そういうことだよね。なので、もしここ秀明とだったら婚姻できるんだよね。ああ、一門同士ってもう小早川森とすでに一門になってるからできないってことか。であれば、ここはスルーして、続いてですね、結べるところがあればというところですが、先にあれだな。政策を打っとかないとダメですね。政策を取り行います。政策が打てるかというと、うん、打てるね。政策を打っておきましょう。これで政策って即時実行されたことになるのかな？ならないか。ならないね。なのでちょっとターンを置いてですね、その間にこちらとしては兵を出していきましょう。黒田の木谷はもう落ちるのは間違いないので、黒田の木谷は捨ておいてですね、その間にこちらとしては一刻も早く兵を出したいので、兵を出していきましょう。出るとするか。まあ、都会作戦をするにあたっては一度この日の熊に兵を集めましょうか。まあ、九州に関しては味方とは同盟も結んであるし、そもそも連合だし、今のところ安心かなというところですね。でちょっと寄り木系がどうだ。日の熊にもうちょっと人出してあげたいな。武将7人いるけど、ここいすぎかな。うん、まあでもこのまま行って一旦どうだ。一刻も早く東道を落としたいですよね。で東道の周りの情勢を見ると、まず長宗我部は味方の連合ですよね。で加藤義明か。加藤義明に関しては敵の軍勢なので、ここ増援が出てくる可能性があるな。なので毛利には加藤を抑えてもらって、長宗我部から援軍を得るっていうのが良さそうですね。じゃあその戦略でいきましょう。さあ、じゃあ軍が整いましたので、これで出ていきましょうか。
まあ、毛利の領内は通過させてもらえるので、まずは四国に一つ城を取っておいて、その城を取ったら今度は八須賀あたりを攻略すれば畿内への道が開けてきますよね。ちょっとその進行ルート一度確認しておきましょうか。そうすると加藤も平らげた後、そうですね、八須賀を取っておく必要があるな。八須賀を早めに取らないとどうでしょう。八須賀を先にさっさと取らないと、浮田が八須賀を取っちゃうと畿内の進行ルートが次が富田家になっちゃうんだな。富田、筒井、ここまではちょっと軍出せないんで、一刻も早く落としましょう。東堂をまずはゲギアですね。我が戦お見せしましょう。表情を始めましょう。報告いたします。そしたら遠いところにも同盟が打てるようになってきているので打っていきましょう。で、石田とも同盟を結んで、まあもう対外のところとはね同盟を結べるので結んでいっちゃいましょう。まあ、これくらいかな、とりあえず影響があるところで言えば。他に関しては今同盟を結んでおく必要もないというか、結べないというか、そういう状況なのでよしとして、でちょっと兵糧が不足しているので米を買っておきましょうか。御用を受けたまわります。ありがとうございました。御用を受けたまわります。問題は兵糧なんですよね。兵糧が尽きないことを祈るしかないんで、迂回させましょう。戦いたくはないんでね。あとは兵糧がたどり着くまでに持ってくれるかどうかだな。兵糧が持てば、まあ、最悪の最悪は焼き討ちでなんとかカバーするっていうね、そういう作戦を取っていくしかないですからね。兵糧はどうなってる ?103 日分あるか。まだなんとかなるかな。103日あれば。そしたらここで援軍の要請を出していきましょうか。まず毛利にはどこを攻めてもらうかというと、伊予山は攻めてくれないか、この感じだと。となると援軍の要請他できるところってないか。できればね伊予山攻めてほしかったんだけどな。ここはじゃあ自力で落とすしかないんだな。いざ戦え。ご命令ください。先月の終始です。今が7月なんですが、引き続き米不足になっているので、ここは米を買い付けておきましょう。ありがとうございました。あと制作できるところ、小荷田隊は入れておきましょう。兵糧がねこの後兵隊が厳しくなるのは目に見えてますからね。一旦前後から攻撃できるように
上の部隊がたどり着くのを待ちましょう。この状態ですね。ご命令ください。報告いたします。先月の収支です。朝廷外交も入れとくか。お金がちょっと厳しいけどね。いざっていう時のために朝廷の外交は入れておきましょう。であとは政策、他できるところあるかな。常備兵が2割増加はでかいけど、商業収入3割が減ってしまう。軍役集配備は厳しいな。付け城戦術、陣所で戦う時の効果、今は攻めなどで必要ないですね。どうしようかな。ちょっと今はいいかな。このままにしときますか。で、兵糧ですね。心配なのが43日、55日か。よし、じゃあこれでまずは攻めかかりましょう。続け。任せよ。お任せください。お任せください。かかれ。逃げられませぬ。兵糧が心もとなくなってきましたね。まあそうなるかなとは思ってたんですが、そうなると何がまずいかというと、焼き打ちをかけて兵糧を回復しながら戦いましょう。そうすれば兵糧がゼロになることはないよね。ただ秀金隊だけはどうにもならないか。試算するな、このままだと。で、長宗我部が加藤を滅ぼしたんだな。表情を始めましょう。報告いたします。一刻の猶予もならない状況が続いてるけど、ご命令ください。報告いたします。先月の収支。秀金隊は壊滅するな。帰らせましょう。まあ、帰る間もなく壊滅するとは思いますけど。おっと、浮田がすでに倒してしまったか。嬉しいような悲しいような、なんか複雑な気持ちだな。そうなるともう西一帯はほぼほぼ1円収めちゃった形になりますね。あとは和歌山城か。今豊臣勢と和歌山城をめぐって徳川勢が激突中ですね。ここにうまく潜り込めれば、あるいはチャンスがあるかなっていう気もしますけどね。どうだろうな。兵出してみますか。鳥羽城は久喜家ですよね。富田まではね、いけないと思うんだよな。遠すぎて。そうなると今、小仁田隊を出してあるので、少ない兵兵糧の消費で軍は前に進められるはずなんですが、それでも和歌山城までたどり着くのって結構大変だと思うんだよね。一か八か、和歌山城に兵を出してみますか。うまく徳川勢が持ってくれればと思ったけど、徳川勢持たないね。となると和歌山まで行けるかって話だな。これは無理だよね。筒井純慶の伊賀上野城か。まあちょっと伊賀上野城まで兵糧が持つかって話だよね。多分ね、持たないんじゃないかなと思うんですよね、さすがに。表情を始めましょう。報告いたします。報告します。この辺りは城主に任せてあるので、基本的に城主の言うことに従わせておけばいいでしょう。で、黒瀬城にはどうしようかな。滝川辰政を入れておきますか。ちょっと心配な面もありますけどね。
で制作他何かできるかな。不益強化入れてもいいんですけど、結局不益強化を入れても気づける城がなければ兵糧の回復はできないんですよね。伊賀上野城までたどり着けるかどうかですね。最悪兵が死産する可能性があるけど、まあそしたらそれはそれでしょうがないよな。毛利高政は帰っちゃダメよ。伊賀上野城に拠点を持てれば三成の支援がまあ実質できるようになるから、なんとしてもここは伊賀上野城を取りたいんですが、伊賀上野城が落とせるかっていうと兵力的には厳しいですよね。あ、でもあれかな、これ見てると味方の城というか、そのなんていうのかな、拠点を通過してるときは兵糧が回復してるかな。今114もあるもんね。これって絶対ありえないからな、114ってね。兵糧回復してる。あ、だったら焦って兵を出す必要もないか。しかも援軍ね、平戸城攻略戦、うん、兵を出してあげましょう。しかも伊賀上野城は今どうだ、どこかが攻めかかってますよね、これ見る限り。あー、石田隊が攻めてるな。石田隊がしかもさらにっていう感じになってるね。飛び地的にどうだろうね。あと平戸城の攻略に出ているという話だったけど、平戸城か、ここに兵を出せるかな。1806、数で言うとちょっと厳しいけど、まあ出してあげましょうか。我が軍略お見せしよう。よし、これで平戸城の攻略隊を出したので、ね、これでいいでしょう。で問題はここだな。石田隊が確実に落とすね。となると目標を名古屋城に変えた方がいいかな。いきなりですが攻撃目標名古屋城に変えましょう。おそらく伊賀上野城はこのまま行くと三成勢が落としますよね。表情を始めます、報告します。先月の収支です、報告します。ここはここで戦端を開いているけど、まあ勝手に戦わせとけばいいだろう。豊臣と富田家に関しては、表情を始めます、報告します。先月の収支です。名古屋が落ちてないね。さすがに硬かったか。でちょっと気になるのが平戸城の方が気になるので、平戸城のちょっと見ておきますか。平戸城の方は立花隊が囲んでるね。このまま行けば落ちるでしょう。兵は戻します。
表情を始めます。報告します。先月の。そしたら戦略的な戦い方をするんであれば、梶才三がここにいるけど、どうしようかな。回って戦わせた方がいいよね。兵糧も満載してあるので。続け。かしこまりました。進め。さあではここで城攻めに入っていきましょう。まあ名古屋城が取れれば本当に機内での活動拠点になるので、すごく戦いやすくなるな。敵の増援が来ると思うので、まあ、早急に。やっぱり来たね。早かったな。しかも承知いたしました。続け。行くぞ。予想していた場所にいないな。そしたら城門突破に全力を注ぐか。さすがに梶才三強いね。城門を破壊しました。これで決めます。やるとするか。承知いたしました。承知いたしました。ここは一気に敵の部隊を殲滅させたい。どうだ、前後に敵を囲んだ状態での戦いになるな。神速とかこの際、まあ、どうでもいいので、こっちとしては後部を打って、他打てる戦術がないね今。敵城門突破しました。すぐに片付けてやるさ。なんとか取り付きたいな、名古屋城に。お任せください。ここで才三の必殺が来たか。これ結構痛いんだよね。しかも追い打ち。これは秀明がやられるな。なんとか先に潜り込んで鍋島隊で食い止めつつ潜り込むか。それが一番いいね。 OK。
なんかすごいしょぼい戦いになったけど、落としたね、名古屋城。わずか93兵で、これは本当に93人で名古屋城を落とすっていう快挙を成し遂げてくれたな。よし、ここでちょっと一旦やめましょう。やめましょうというか停止しましょう。で、鍋島を一旦城に入れちゃいましょう。よし、これで、名古屋に城を持てたというのは本当に大きいですね。で、次の攻略目標が京国とか金森、いろんなところに、まあ、手が伸ばせる状態になりましたと。で、ちょっと今回僕知らなかったんで申し訳なかったんですけど、あの連合国なり同盟国であればそこを通過すれば兵糧は回復しますね。なので、まあ、無理をする必要は正直なかったかなという思いもあるんですが、まあ、ただ、次清洲城を攻めやすくなるっていう、まあ、一つメリットができたので、尾張を維持しつつ徳川の侵攻に備えましょうということもできるかなというところと、あとは九州ですね、今だまだこちらになびいていないところがあるかというと、もうすべて平らげた状態にはなってますんで、この状態でもうあと攻められるのは今日より東側だけになってますと。他はすべて西軍側になっているので、まあ、いずれにしてもやっぱりここのね、名古屋城を取った意義は大きいかなと思いますと。なので、まあ、次は三河の池田、さらには堀尾、山内、この辺りを攻略しつつ家康の喉元に刃を突きつけてやろうという形で戦略を進めていきたいというふうに思います。ではちょっと長くなりましたので、今回はここまでにしてですね、次回この続きをプレイしていきたいと思いますので、ぜひぜひ、続きもお楽しみにしていただければと思います。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。もしよろしかったらですね、このチャンネルの登録をよろしくお願いいたします。あとですね、ツイッターの方で動画の更新状況と、あと収録状況、まあ、その他雑多な内容にはなるんですが、情報の方を発信しておりますので、よかったらツイッターの方もフォローもよろしくお願いいたします。